ありがや。とどろき。話がある。何よ、改まって。好きだ。お前を愛してる。ヤクザを泣かせたイケメンすぎる男の話。俺の名前は轟圭一。日本最大勢力のヤクザ、土蜘蛛の若頭だ。今日はバーに来ている。酒はあまり飲まねえが、それでも飲みたい夜もあるってもんだ。お客さん、どうかなさいました？いや、大したことじゃねえ。そう、大したことじゃ。轟！ありがや！こいつはありがやゆき。いつも俺の前に現れる女刑事だ。そのカバンの中身は何？見せなさい。あなたも年貢の納め時よ。今日こそあなたを逮捕する。待ちなさい、轟！観念するのね、轟！轟！この女、毎度毎度俺の邪魔ばっかりしやがって。そう、邪魔ばかり。好きだ。え？しまった！恋に出ちまった！嬉しい！轟が、好きって！ダメよ、トドロキはヤクザなのに。冗談言わないで。誰がヤクザなんかと。ヤクザなんかと。傷つくぜ。でもそうだよな、所詮俺たちは刑事とヤクザ、当然だよな。いらっしゃいませ。お一人ですね。客か。え、ゴリラ。ゴリラとの遭遇。なんでゴリラがこんなところに。うほ、リンゴですね。かしこまりました。普通に注文してる。夢か、幻か。現実なわけないしな。お待たせいたしました。そんなに飲んでないと思ってたが、こんなもんが見えるなんて。思ったより酔ったみたいだな。ふっ。リンゴを握りつぶした。どうする気なんだ。まずい、目が離せない。あ、違う。絞ってジュースにしてるのか。ダメだこりゃ。帰って寝た方がいいな。ああ、すまない。もう閉めてもらっ。うほ。え、なんだ。あ、飲めってくれるのか。うほ。いや、その気持ちだけで十分で。え、背中に手を添えて、あったけえて、なんという安心感。とろけるようなラグジュアリー。ゴリラ。そうか、だったらありがたくいただくぜ。うまい。絞りたてのフレッシュな香り、これは人間には真似できねえ。ああ、うまいよ。ありがとうな。うほ。ゴリラよ、聞いてくれるか。この前、うちの親父に呼ばれたんだ。お呼びですか、親父。ああ、とどろき。今日呼んだのは他でもない。次期組長のことよ。親父、その話は。お前を拾ってもう20年。もうわしから教わることもないだろう。率直に言う。お前にこの椅子を譲りたいのだ。おっしゃることはわかります。ただ、心の準備がまだ。できておらんというのか？この後に及んで何迷うことがある。はい。わしも年だ。そろそろ真剣に考えてはくれないか？そうですね。行く当てもなかった薄汚れたガキを、親父は拾ってここまで育ててくだすったんだ。当然恩はあるさ。断るつもりはない。ただ。とどろき！ありがや、ただお前のことだけが心残りだ。俺が組長になればいよいよお前と一緒になるなんて難しくなるだろう。あいつのことがなければ親父の話もすんなり受けられるのにな。ったく、どこまでも俺の邪魔ばっかりしやがる女だぜ。分かってるさ、もともとこの恋は叶わねえ。お互い捨てられない立場ってもんがあるんだ。まああいつはいつも俺に冷たいし、立場うんぬんなくても脈がねえのかもしれねえけどよ。でも、それでも好きなんだよ。ありがや。ありがや。くっ。すまねえ。大の男がベソベソ泣いてみっともねえな。まあ、ヤクザと刑事として会えるだけでも、儲けもんだって思わなきゃな。それにしても、初めて会った雪吊りのゴリラに何をベラベラ喋っちまってるんだ、俺は。うほ。な、花。そんなもんどこから。手品だ。え、喋った。ゴリラが喋った。赤いバラの花言葉は熱烈な恋。そうなのか。お前の胸に眠る気持ちそのものだな。ゴリラ。粋なこと言ってくれるじゃねえか。そしてもう一つの花言葉、なんだか知っているか。いや、知らねえ。あなたを愛してる。え、その花が
お前の背中を押すだろう。さあ行け、お前の愛する女のもとへ。ゴリラ、わかった、行こうじゃねえか。すまんねえ愚痴聞かせて悪かったな、ありがとよ。ふっ。走れヤクザ。なぜ俺は今まで閉じ込めていたんだろう、この熱烈な恋の気持ちを。ありがとうゴリラ、お前のおかげで今日こそは言えそうな気がするぜ、俺の本当の気持ちをな。ありがや。トドロキ、どうしたの突然こんなところで。話があるんだ。何よ改まって。ありがや、好きだ、お前を愛してる。トドロキ、私もよ。ありがや、愛してる。トドロキ、愛してるわ。すまねえな、ずっと言えなかったんだ。それはお互い様よ、私こそ伝えられなくてごめんなさい。すっげえ。お客さん、大丈夫ですか。ああ、夢か、そうだよな、そんなに都合よく行くはずもねえか。まあ、そもそもバーにゴリラがいるところからおかしいしな。あ、赤いバラ、まさか、まさかな。警察です。な、ありがや。とどろき、こんなとこまで追いかけてきやがって。勘違いしないでちょうだい、店にゴリラが出たと通報があったのよ。ゴリラだって。どこなのゴリラは、私だっていつもあなたにばかり構ってる暇はないのよ。なんだと。赤いバラの花言葉は熱烈な恋、それからあなたを愛してる。トドロキ、ありがや。あ、いた。ちょっとゴリラ、どこ行ってたのよ、探したんだからね。やれやれだぜ。ねえ、ちょっとゴリラってば、聞いてるの。めちがバラバラな女刑事とヤクザがお互いの気持ちをバラせることをそっと願うゴリラであった。今日も見てくれてありがとな。役目の姉妹チャンネル、イケメンすぎるゴリラもぜひ見てくれ。結局通報があったゴリラはどこにいるのよ。もう、うん。